はいどうも、こんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日ですね、久々に磯に行きます。磯にね、もうね、1ヶ月は余裕で空いてる。1ヶ月半ぐらいなるんじゃないかな、下手したら。1ヶ月ちょい半までならないか、なるかならないかとか、それが実は磯津に行くの久々でございましてですね。はい。で、今日はですね、ちょっと遠出した、大分県南ではなく宮崎の北側エリアというか、北浦の方に行きたいと思います。で、今回はどこまで動画を撮るか、撮れるか分かんないですけど、視聴者さんと行くんですよ。で、視聴者さんが映っていいのかどうなのか分かんないのと、なんていうか、インスタで DM でやり取りしただけだから、どんな人が来るのか全然知らないんですよ。全く知らない。はい。もう待ち合わせ場所だけ聞いて、っていう感じです。はい。というわけで、今ね、今なんて言ったかな？今3時になったばっかりかな？3時ですね。3時。で、一応待ち合わせというか、まあ、その、港というか、都線の場所に5時半まで来てくださいと。いうことで、今3時でしょ。で、それから川の釣りがだいたい1時間ぐらい、4時。で、餌まで出て4時半。で、川の釣りが4時半に出たらだいたい35分ぐらい着くみたい。Google マップで調べたらね。はい。まあ、そんな感じで。今ね、高速ができてめっちゃ楽になりましたよね。はい。というわけで、今から川の釣りに行って餌を混ぜて、その北浦の渡船の方に向かいたいと思います。久々の北浦なんでね。何年ぶり？ 2 年ぶりとかかな。3年ぶりか。はい。というわけで、行ってみたいと思います。はい。というわけで、おはようございます。始まりました。ラウンズフィッシング、磯でございます。もうすでにね、明るくなっておりまして、時刻は7時をちょっと回ったところでございます。今日はですね、朝のあれで言ったかな、北浦に来ております。宮崎県北浦ですね。深島よりちょっと下っていうのかな。ちょっと下です。高速で言うと、インターチェンジ2つぐらいだったかな、確か。深島、要は、蒲江から、二つ目で北浦だったと思います。時間的にね、そんな変わんないんだよね。深島行くのと北浦行くのだったら、川の釣りぐらいからだと10分も変わんないぐらい、7、8分ぐらい。今高速があるで早い、北浦。まあ問いつつ今日北浦来たの多分5回目くらいなんですよ。で、今日はですね、まあ3月にね、なって、まあ、水温も低いせいかあんまりこう、船全体が沖に行かなかったっていう感じです。まあ、6時、実際ね、6時出港で、で、向こうのね、ちょうど見えないかな。ここ、あそこで多分ね、じゃんけんしてたと思う。朝あんまり見てないけど、確かあそこでみんな乗ってじゃんけんして、で、順番に散っていったんですけど、はい。で、ここに上がっております。うねりすごいね。一応そこでやろうかなと思うんだけど、ちょっとうねりが、怖くなってきた。まあ道具は結構で上に上げてるんで、まあ大丈夫なんですけど、というところで、まあうねりがね、あんまひどくなったら、あっち側に行こう。船着きがあっちなんですよ。船着けたのはあっちだったんで。で、まあ一応、知り合いに聞いたら、こっちの方がいいよと。波被ってなかったらっていうか、あれだったらこっちの方がいいよっていうので、一応こっち道具持ってきたんですけど、まあちょっと、わかんないです。まあちょっとまだ満ちてるんでね。まあそれがちょっとこう、どうなるかわかんないですけど、まあ大丈夫そうである。昨日の巻き絵とかも一応残ってるんで、まあここまで上がってくるかどうかわかんないですけど、はい、まあ様子見ながらといった感じですね。まあさっきチラッと見えたと思いますけど、ここはですね、まあ知り合いの名人の方に聞いたら、高島の花というところらしいです。北浦の中では多分いい場所なのかな。なんか今水温が高くて本当ね、なんかあんま沖に行ってる船なかった。で、じゃんけんなんですよ。じゃんけんね。じゃんけんで、
あの一応ね、相方というか今日一緒に来られてる方があっち側でやってるんですけども、そうちょうど今見えないか、微妙に見えてるけどね、今日プレシードを使うとか言ってたんで微妙にああいうのチラッと見えたかな、言ってるんですけど、じゃんけんして3番やったんですよ、じゃんけん。そのじゃんけんで都政の中で3番目に降りたのがここです。はい、だからまあいいとこらしいですけどね、まあ、ということで、まあ、ちょっと今日はねここでゆっくりやっていこうかなと、いったところです。あ、びっくりしたな。いや、いいとこ上がったような気がするんですよ。ちょっとどうなるかわかんないですけどね。というわけで、やっとね今が仕掛けを作ると、向こう仕掛け作り終わってるね、作り終わってる。自分はね、風なんですよ、違うね、ここと今見えたと思うけど、後ろね、後ろ見えてないか、はい、後ろにこう1台と肩に1台と、あと物をちゃんとこう上に上げたりとか、そういう風に設置するので30分かかるね。6時出港でじゃんけんして出て降りたのが多分6時40分とかね、今7時ちょっとなんで、カメラ設置はやっぱ30分ぐらいかかります。ということで、今日のねタックルでございます。今日ちょっと何が釣れるかわかんないんで、一応いいところということで、今日はシマウのデクストラル 1.3550、これで行こうじゃないかと、言ったところですね。そしてリールはこれですよ、ハイパーフォースじゃなかった、テクニウムスッと2、今日初おろしでございます。で、道糸は、ワールドプレミアムの 1.5 号で今日行こうかなと、こんな感じですね。今日は楽しみだね。一応なんかいいところっぽいのよ、ぽいっていうのは自分がこうあんま来ないからね。来たの5回目とかだから、こう何とも言えない、いいのかどうなのかっていう、ちょっと何とも言えないですよ。あのだってさっき言ったように、じゃんけんした場所が多分確かあっこなんだ。でもうすぐブーンと来て、ブーンと着いたみたいな。だから港から多分ここどんぐらい、何ぐらい、5、6分みたいな感じです。ただこの時期って本当水温が低いんで、まあヨノーズもそうだけど、やっぱりこう基本手前のは釣れるんだよね。でも気持ち的にはね、気持ち的にはやっぱ沖行きたいんですよ、値段が一緒だから、一緒だから。でも沖の、それで沖の気分を味わいたいんですけどっていうとこなんですけど、やっぱりね、あの釣るなら手前側と、まあ、3番目に下ろされたのは、ね、いい場所とは思うんですけど、なんとなくそこら辺の気持ちの整理がつかないとまではないけど、まあ北浦はね、行ってもこうやっぱあの手前といっても、もうここあのなんていうか、もう海の先端側というかね、あの出てるんで、なんかうねりの音が激しくなったんで、急にうねりの音がちょっと激しくなったんで、まあまあ危ない時はちょっと向こう側のね内側か、まあこう一、まあこう段差上で上がれるんで、上で避難しながらやろうかなと、そんなところですね。ということで、こう浮きなんつかを、さらしがすごいんですよ、さっきうねりがすごいから、さらしがすごくて、この時期どうなんだろう、浮くのか沈むのかちょっと何とも言えないけど、とりあえずどうしよう、気合入ってるんで、今日はねこれからスタートしようかと思います。エージアマスターピースの01ですね、01で、まあ、風はそんなに吹いてないけど、さらしがすごいですよ、ちょっとうねりで、ちょうどね、ここと向こうの間にこうくぼみがあって、そこからのこうさらしがなんかバンバン出てる感じなので、ちょっとこうロングハリスにしようかな、ちょっと今日は5メートルハリスにしようかなと思ったけど、変更してあのロングハリス8メートル9メートルね取ってやろうと思います。もう一緒に来た方はもうとっくに始めてます。まあそりゃそうか、やっぱこうなんていうのかな、普段来ない海に来るとワクワクするよね。そして一応いい場所ということで、やっぱね、このなんていうんだ、こう今日どういう釣りしようかなとか朝考えるじゃないですか、めっちゃ考えてます。今考えてこの浮きでいいのかなとか、やっぱりプロやの時使おうかなとか、だからそういろいろ考えてます。ちょっと竿を伸ばして、ね、仕掛けやって作っていきたいと思います。ということでね、竿を伸ばしました。で、ちょっと
ハリス何使おうかな、ちょっと迷ったけど、今日はこれでいきたいと思います。シーガーグランドマックス FX 1.5 号でございます。信頼のあるシーガーグランドマックス昔からね、やっぱシーガーって高級やったんですよ自分の、なんていうのかな、小さい頃はね。今はこう、ね、たくさん使えることに嬉しいですけど大人買いができるというか、まあ、今しかもセールで安くなってるからね。です。まあ、信頼のある 1.5 号で、まあ、ちょっとどうなるかですね。楽しみ。とりあえず直結して、ハリスはとりあえず長く取ります。6メートル斜めというか、なんか当たりがあったのかな、今なんか声が聞こえたけど当たりがあったっぽい、なんか来たのかもしれない。おーとか聞こえたかな、まあ、後からね、一緒に来てる方動画出るかもしれない。一応動画は出ても大丈夫ですよ、視聴者さんなんですよ、視聴者さん。まあ、とりあえず動画はね、動画映って大丈夫ということなので、後から映りに行くかもしれませんみたいなと思ってました。早く仕掛け投げたいんだけど設置にね時間かかっちゃうからね、どうしてもしょうがないんだけど、今7メートル8メートルかな、折り返した竿半分ぐらいのとこまで来たんで、これぐらいでいいかなと思います。そして針ですよね、針。今日針何使おう、まあ、やっぱりいつもね、まず自分は基本多い、これからいきましょうか。かかりすぎ口太の5号でいきたいと思います。これが基本、まずここからかなっていうところです。ここでまあ様子見て、大きくしたり小さくしたり、針のこの、なんていうの、この幅を変えるような針を選んでみたりっていう感じですね。くそーうねりのあれでちょっとかぶった、はい、というわけで塩気組み終わりました。針からとりあえず塩気がちょうど2広かなにしてます。まあ、とりあえずこれでねスタートしてみて、まあ、様子見ですね、とりあえずということで、頑張ってやっていきましょう。今日もよろしくお願いします。